今回は人気動画をご紹介させていただきます。はい、こんにちは、森高弘です。本日はアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日は、自由形のローリングについてご紹介させて、いただきます。自由形ですね、やっぱりこう腕の動作伸ばす、そしてローリングっていうのは皆さんすごく意識するところだと思うんですが、やっぱりですね、このローリングの使い方によって腕の動作、そして腕の伸び方っていうのは全く変わってきます。で、この意識してほしいのは腕の肩から先ですね、腕と足っていうのはあくまでも補助的な役目であって、腕の動作、足の動作がメインになってしまうと体の軸っていうのはブレやすくなってきます。で、やっぱり意識していかなきゃいけない一つのポイントとすれば、この体幹ですね。いつもこの森高弘塾でよく言います体幹、お腹のところですねっていうところを意識する。そしてこの肩甲骨の使い方っていうのは一番大事になってきます。その肩甲骨のこの動きに対して手が後でついてくるっていうのがすごく大事になってきますので、できるだけこの肩甲骨の使い方を大事にしながら、この方がまっすぐ、そして手を伸ばした時にはまっすぐっていう、このまっすぐなラインを崩さないように、クロールを泳いでみてください。最新情報を配信しておりますので、皆さん必ずこのマイチャンネルご登録をよろしくお願いいたします。